はい、こんにちは、K-Boyです。今回はですね、前回の画面遷移に引き続いて、まあ、サクッとね、10分、15分で終わると思いますけど、この次の画面に値を渡してみようというのをやってみたいと思います。結構、前の画面から次の画面に値を渡すのってめちゃくちゃ多くて、例えば、ニュース記事一覧があって、そのニュース記事をクリックしたら、記事の詳細が読めるみたいな。なんかそういった画面とかってよくあると思うんですけど、あとツイッターでツイッターのツイートのユーザーをクリックしたユーザーに飛ぶとか、そういう感じの画面遷移の時って、前の画面から次の画面に何か情報を渡さないと、次の画面で何を表示するかわからないじゃないですか。だから、すごい基本的にめちゃくちゃよくやることなんですよね。前の画面から次の画面に値を渡すっていう。ことはよくやるんですけど、なんか ID とかそういうのよく渡すんですよね。ユーザー ID とか、さっきの記事だったら、記事のアーティクルの ID みたいな。渡すんだけど、今回は、まあ、単純に、まあ、ファーストページからセカンドページに文字列を送ってみようというか、渡して、その渡した文字列を表示しようっていうのをやってみたいと思います。ちょっとこのフルスクリーンダイアログは一旦消して、まあ、どっちもいいんだけど、消して、まあ、この横に行くと。いう感じにしたときに、単純に、このセカンドページにですね、ここからね、ちょっとプログラミングっぽくなってきますけども、ここにファイナルストリング、まあ、ファイナルあってもなくてもいいけど、まあ一応ファイナルストリング、ネームみたいなのがあったとしますね。はい、ネーム。で、ネームを絶対に渡してくるために、このセカンドページ、カッコカッコ。はい、これがコンストラクターとかイニシャライザーって言いますけど、this.name ってやります。はい、こうしてあげて、まあ、またちょっとコンストつけるみたいに言われてますけど、一旦置いといて、基本を学ぶためにね。まあ、これな、今までなかったんですけど、この2行は。今回、ファイナルストリングネームで、名前っていう変数を作って、まあ、次の、そのセカンドページっていう、そうですね、このセカンドページを呼び出すときに、この名前を、こう、カッコの中引数って言うんですけど、引数に渡してこないとダメにしました。そういうルールにしました。これはなかったらデフォルト何もなしの、さっきのこのカッコって作れるんですけど、セカンドページは。これ今ちょっとエラー出てます通り、セカンドページはもはやネームを渡さなければ作れない画面になったんですよね。ここはやっぱ自分で作ったセカンドページがこうやってエラーになってますけど、ここにカーソルを合わせたら one positional argument expected but zero found って書いてある通り、一個ね、変数が期待されてますが、一個もありませんと言われてますので、ここに名前を入れればいいんですよ。例えばここに K-Boy と入れてあげると、まあエラーはなくなりますと。まあちなみにエラーはこの下の Dart Analysis っていうところにこう出ますんで、さっきのこの推奨みたいなこのびっくり、青いびっくり出ますけど、この絶対やってないみたいなやつはね、赤く出ますんで、これ。ここ押したらそこに飛びますから。で、これで一旦エラーはなくなるんですけど、まあ K-Boy をセカンドページに渡すと。まあ今これ渡してるんですけど、渡したのは別に使ってない状態ですね、この状態は。じゃあこのもらってきたネームをセカンドページの方で、じゃあここに置いてみましょう。前の最初の方に勉強したやつを、二つ前の動画とかで勉強したやつをちょっと復習なんですけど、カラムをちょっとオプションエンターで、出して、ここのエレベートボタンの上にテキストで、このいただいてきた、前の画面からいただいたネームっていうのをここに入れますと。これは、このネーム、紫色に光って分かる通りですね。変数、ここにある変数をここに突っ込んでいますというか。前の画面からもらってきたこのネームを、一旦ここに、この箱に入れて、この変数っていう、こういうの変数っていうんですけど、変数という箱に入れて、このネームをここに、まあ、突っ込んで反映させるっていう感じですね。こうしてあげると、おそらくですけど、こうやってセカンドページで K-Boy って渡してくれば、セカンドページにネームがこう渡ってきて、ここにネームが入るので、セカンドページで K-Boy って出ると思います。はい、出ました。K-Boy。ちょっともう真ん中じゃなくなっちゃったんで、ちょっとここで
カラムを使い方のを教えたいと思いますが、カラムメインアクセスアライメント、メインアクセスアライメントセンターってやってあげれますと真ん中いきます。これがデフォルトだとスタートになってるので一番上、エンドにすると一番下いきますね。はい、まあセンターにしておきましょう。はい、センター、はい、これ真ん中来ました。 K ボーイ、ちょっと K ボーイの文字がちっちゃいかなと思いましたので、テキストに用意されたスタイルというパラメーターにテキストスタイルという、このパーツを入れてですね、テキストスタイルの中に、サイズというのがフォントサイズがありますので、ここをちょっと20とかにしてやってあげると、あ、ちょっとでかくなった、もう30ぐらいにします。はい、でかくなりました。いや、もっと50ぐらいに、はい、でかくなりました。こんな感じで前の画面、次の画面に K ボーイを渡すことに成功しましたね。はい、いいですね。これ K ボーイじゃなくて、まあ、J ボーイにしてあげると次の画面で、まあ、J ボーイという形に出ますね。はい、例えばフラットダイクの人の名前ちょっと入れていきますけど、フェン君とかを入れていくと前の画面でフェンって出ますし、そうですね、まあ、B ボーイ AT4 っていう人がねいるんですけども、 AT4 さんを入れると、あ、 B ボーイ AT4 って出ますね。アツシさんのことなんですけども、こういう感じでですね、前の画面から次の画面に渡すというのが、まあ、今回の動画でした。ちょっともうちょっとやっちゃいましょうか、時間がありますのでね。あと5分ぐらいで高速でちょっとやっちゃいましょう。この B ボーイ AT4 のこの部分を、まあ、こっち側もさっきみたいにちょっとこう、なんすか、カラムにしてあげて、ここになんかテキストフィールド的なやつを置いてあげて、ちょっとこれもメインアクセスアライメント、メインアクセスアライメントセンターにしますけど、ここに、あの、なんか入力欄みたいに入れて、この入力したやつがここに出るってやつまでやって終わりますか。ということで、入力するやつをちょっと調べたいと思いますが、フラッター、テキストフィールドかな、おそらく。テキストフィールドだと思います。こういうやつですね。テキストフィールド、こいつをちょっとコピーしますか。こいつでいいや。はい、コンストもついてるけど、はい、こいつ。テキストフィールド貼ります。あ、カンマ置きます。はい。つきましたね、ここに。はい。コンストはまああってもな、あっていいか、別に。はい。ここに入力欄があって、次の画面へっていうやつになりました。で、まあ、ちょっと幅があれなんで、ちょっとキツキツな感じになっちゃったんで、この、まあ、カラムの周りでいいかな。カラムの周りにオプションエンターでパディングってやつを入れて、まあ、8サイズ分、こう、隙間を空けました。16とかにするとちょうどいい感じ。いい感じですね。はい。これパスワードじゃないので、まあ、ラベルテキストは、まあ、なんで、これはちょっと一回消しますか。もうテキストフィールドオンリーにし。はい。これで、外枠もちょっとなくなっちゃいましたけど、外枠あった方がいい。まあいいや。これで、なんか、ここでこう、b ボーイって入れたら、b ボーイ入れた次の画面でこう出るようにしたいんで、このままだとテキストフィールド何もしてないから、入力したものがこう捨てられるだけだから、テキストフィールドに用意されたオンチェンジドカッコカッコ波カッコで、ここに、まあ、おそらくストリングテキストってやってあげるといいのかな。おそらく合ってますか。違うか、こうかこうですか。オンチェンジド、これで合ってる。インベリドコンスタントバリュー。あ、コンストね。コンストいらない。これで、オンチェンジとこのテキストに、あの、この打った値が入ってきて、ここに描画されるんで、ちょっとプリントしてみますけど、ここにプリントテキストってやって、下の、この、どこ、欄のとこ、開いた状態で、ここに打っていきますと、はい、B ボーイ AT4、 びっくり、下に出てますね。ここにプリントされますので、
入力するために入力されますね。ここのテキストを一旦また変数に入れて、ここじゃストリングネームテキストみたいな感じで、ここ変数、まあ一回最初デフォルトからでいいかな。こんな感じでして、ここに入れると。で、そしたらネームテキストに入りますから、このネームテキストをここに入れて、次の画面に行けば、ここで入力した値が、この引数に渡されて、次の画面、セカンドページで使われて表示されるのではないかと思いませんか。行ってみましょう。次の画面。ああ、出ない。お、うまくいっていない。ネームテキストがこう、うまく、あれですかね。更新されていないというか。これをちょっともう一回、ちょっとリビューをしてからやってみますか。あ、行きましたね。666。あ、行ってますね。もちろん、警棒いいって言っても、次の面行きます。はい。あなたの名前をちょっと入力していただいて、やってみてください。ちょっといろいろ盛り込みましたけれども、まあ、今回ちょっと変数みたいな話もちょっと盛り込んでみまして、まあ、わかんないことはね、後でどんどん勉強していけばいいと思うんで、こういうこともできるんだよっていうことをちょっと勉強できたらいいのかなっていうふうに思います。はい。こんな感じで今回は、前の画面から次の画面に値を渡すっていうのを、このテキストフィールドとか込みでちょっと説明してみました。はい。ちょっとこれで、ちょっとまたレベルアップしたんじゃないかなと思いますので、まあ、この動画結構いろいろ盛り込みましたので、短いですけど、2、3回復習してみてもいいかなと思いますし、まあ、これに関して細かいところで、ちょっと意味わからんとかあると思うんで、まあ、そういったところはちょっと動画ではなくて、フラッタ大学の方で、修行プランの人は質問とか受け付けてますんで、そういう細かいところ質問していただいたりとか、本で勉強したりとか、フラッタ大学の無料プランでも、フラッター基礎みたいなやつ、教材見れたりは一部しますので、まあ無料プラン入って、その辺で復習してみてもいいかもしれません。ということで今回の動画は以上です。See you next time!